皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。本日のテーマなんですけれども、こちらは愉快なお仲間からのリクエストでございます。ただちょうど私も前回の占いの結果がもうね、あまりにもってなるようなもう嫌な結果でして、このことを占いたいと思っていたところでしたので、もう本当にちょうど良かったという感じで選ばせていただきました。カードから聞くシリーズです。両陛下の鹿に対するお考えです。両陛下はどのようにお考えなのか、その思っておられるとかではなく、どんなお考えなのかということをカードに聞いております。そしてカードから聞きます。で、その前に2つお話をしておきたいことがございます。もし親でしたらどうぞ飛ばしてくださいませ。まずはお詫びでございます。前々回かなの占いの結果で、私本当にとんでもない発言をしておりました。アホですので自覚がなかったんです。で、ご視聴者様からのご指摘をいただきまして、やっと気づいた次第でございます。本当にアホで申し訳ございません。肉体労働者のこのカードが出た時なんですけれども、別に肉体労働者のカードではないんですけれども、そういうカードが出た時に、もう私はもうキーのことでもう頭がいっぱいで、キーのことを話してるんですよね。そんな中で要はこのようなことを申したんですよね。この要はお前は頭脳がないから肉体労働しかできないんだベトナムで、みたいな、そんな感じだったんですよ。そんな感じの発言をいたしました。で、私はもうキーに対して言っておりますので、もう努力もせず何もせず、そしてただただ素晴らしい両陛下などを貶めるようなことばっかり、ね、自分はずるいことばっかりして、ね、そんなののもう怒りからそれを、申したんですけれども、確かにご指摘を受けてみますと、まるで肉体労働をなさっている方っていうのはもう頭が悪いから肉体労働をしているんだみたいな言い方なんですよね。本当に申し訳ないと思います。本当に申し訳ございませんでした。もうね、多くの方がもう本当に不愉快になられたと思います。私も皆様の愉快を応援させていただいているのに、自らが大変不愉快な思いをさせてしまいました。本当に申し訳ございません。ただもうあまりにも自覚がなくて、というのはもう全くそんなことなどもう決して思っていないからなんです。もう思っていないからそういうアイデアも出てこなかったんです。もう普段からむしろ逆ぐらいのことを私って発言でしている方なんです。実を申しますと、あんたのなんて頭がいいしか取り柄がないじゃんぐらいのことを言ってるぐらいの人間なんですよ。なのでそれぐらい職業でこう差別しないと申しましょうか。もう本当なんです。綺麗事ではなく、皆様いらしてくださってこそ世界の幸せがあると思っておりますので、本当に100人が100人全てお医者様だったらこの世回らないんですよね。で、なので、そういうこともございますし、もう本当に全く思っていないことだったので、そういうふうに言われましたら、もう本当にね、書いてこられた方は悲しい思いをされたと思います。自分のことを蔑まれているような感じがしたと。もう本当に無理もないことだったと思います。本当に申し訳ございませんでした。もう深く反省いたしております。実は最近私本当によく怒るんですよね。で、その怒っている時に実は思ってたんです。この怒るということは、そういう言葉を吐いているということですよね。で、そうしますと、その吐いた言葉の報いというのは自分のところに来るなと。そしたらなんか一度はその自分の言葉が炎上するような、そんなことで報いが来るんじゃないかとか、なんとなく最近思ってたんです。なのでもう大変いいお薬になりました。不愉快な思いをなさった方には本当に申し訳ございません。お薬どころじゃないんですけれども、私またこれを機に自分の言葉というものにちゃんと責任が持てるように、一つ一つ今まで以上に大切にして言葉を発していきたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。どうかお許しくださいませ。それともう一つです。これは全くお話が違うんですけれども、最近キッシーがのニュースが出ておりますよね。
キッシーの記事なんですよね。別にキッシーがあのメディアで主要メディアでお話ししたわけではないんですよね。あの何か女性天皇の何かあの今度から応援してくださるんですか、皇室典範改正なさってくださるんですか、なんかこんなタイミングで、なんかねあの週刊誌ネタになっておりますよね。ここで皆様に私は本当に一言申し上げたいんです。本当に慎重になってくださいませ。こんなねやってくれるのかなみたいな、こんな当てにならない週刊誌ですよ。どの週刊誌が言っているかということをよく考えてくださいね。でそんなことに振り回されて貴重な大切な一票をかけるような思いで、ああどうかってお願いするからっていう感じで入れることはやめてください。もう私はこの間も申しましたが、皇室典範改正してくれたら入れてやってもいいよぐらいの気持ちです。もう全く信じてないです。この件だけじゃないんですよね、他の件でももうね最悪だと思ってます。私これ私の意見ですよ、意見です。皆様それぞれ意見はございますでしょうが、あとね週刊誌も、例えばあの本当にあの向こう側の、向こう側というのはアーケのね方のアゲアゲ記事、サブイボモノのアゲアゲ記事を書いた時はもう我々はこんな信用できないところもう買わないとか言っていても、何かちょっと年の皆様などでいい、ね、記事が書かれると、あ買いに行こうってこうなるんですよね。買いに行ってはいけませんよぐらい私は申したいです。これ私の意見ですよ、本当にあのどうぞお買いになってくださいませ。でも私の意見なんです。あのね向こうがこちらをねもうなんて言うんでしょう、もてあそんでるんですよね、言うと振り回してるんですよ。冗談じゃないです。主導権を握るのは向こうじゃないです、我々ですよ、国民ですよ、すべて消費者であり国民ですよ、我々が主導権を握るんですよ。皇室典範改正したら入れてやってもいいよですよ。週刊誌も長い間見ていてずっと正しいこと書いてるなと思ったら買ってやってもいいようですよ。そうでないところは、信用できないところはどんどん潰れていきます。今そんな世の中になってます。私はただ大どんでん返しが来るよって言ってないんです。なので皆様よくお考えくださいませ、というか私からのお願いでございます。はい、それでは占いに入らせていただきます。いつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。両陛下の鹿に対するお考えをカードに聞いております。カードから聞きます。もうちょっとこれ10番正位置ですね、レッドカーペット正位置ですね。うわー、前回の占い、まあ、ちょっと進めていきます。最後まで見ないとわからないですから。これはねでもね、鹿がどれほど幸運な人であるかということを示しているカードなんです。これなので、まあ、この私の占いに当てはめますと、今は両陛下が鹿ちゃん、あなたはどれほど幸運な子だろうというふうに思っておられるぐらいのカードなんですよ。これは鹿の周りで起こる出来事は、まあ、これからもう今もかもしれませんよ、もしかすると鹿の教育上ためになると思っておられます。要は鹿の教育、再教育かもしれませんね、教育になり、教育上ためになると思うことがどんどん起きてきます。そう思っておられることが起きてくるような感じです。あとね、鹿の望みは叶います。それは出世の可能性のある新たな地位です。このカードそのまま当てはめますと、鹿は鹿と自分の身近な人たちにとって何か良いことを発見するだろう今後、そんなカードです。あとね、金銭的な成功、それから人生における、鹿の人生における大きくて運命的な一歩なんです。私これ本当にショックです。次見ます。21番正位置、これはまた正位置ですね、これはね、これから起こる変化がまずあるんです。もうそのこれから起こる変化に備えて率直で、そして
何の規制もされていないような見通しを持っておられます。そして鹿は責任を負った後、何かけじめをつけた後、好ましい結果とポジティブな前進が期待できますよと、そういうことなんです。なので何か鹿は責任を負わなくてはいけないんです。けじめをつけるか、そうすると好ましい結果とポジティブな前進が期待できますよと、そういうことなんです。で、良くも悪くもこれから起こることを受け入れる準備をせよです。なのでね、この感じだと、もしも鹿がその責任を負わなかった場合、けじめをつけなかった場合は、良くも悪くもなので悪いことが起こるかもしれないっていう感じはします。で、鹿のことを非常に計算高くて現実的な子だと思ってます。そんな風にカードは教えてくれています。思っておられるような思念ではないんですけども、カードから聞いていることなので、また聞きです。28番逆、こうあってほしいぐらいだったんですけど、こう出てますよ。これはね、鹿は悪影響からの解放です。悪影響からの自由化が起こる。あなたを引き止めていたような障害物はまさに崩壊しようとしている。いや、これアーケのことじゃないですか。だからアーケはまさに崩壊しようとしてるんじゃないですか。で、その崩壊によって鹿の道は成功に向けて開かれるなんです。鹿残すつもりなんですかね、これ。やだ。いや、コメント欄で愉快なお仲間が、しかし、陛下がお決めになることであればっていうふうにおっしゃっておられる意見もお聞きいたしました。でも私は嫌だ。陛下でも嫌です、これ。25番逆、皆さん揃ってこれ出しますね。これはね、あなたがたくさんのエネルギーを費やして尽力した後にだけ前向きな動きが起こりますよと。で、あとはちょっとおまけ的にごく一部だけの達成みたいな意味もあるんですけど、ちょっとこれ置いときまして、とにかく考えておられることは、鹿がたくさんのエネルギーを費やして、そして尽力した後にだけ前向きな動きが起こりますよと。だから何かを鹿はしなければいけないんですよね。次見ます。34番聖地、これは両陛下のお姿です。両陛下のお姿です。これね、どんな方かというと、頭がまず良い、頭が良くて思慮深いで、分別が終わりで、繊細で敏感、あとはね、考え方が大変しっかりしておられる。そして聡明、迅速な理解、そんな方が現れてるんです。ここに、これ両陛下のことだと思います。で、その方は良い助言者であり、鹿にとって、そしてこの事態と状況を完全に把握している方ですと出てるんです。これは両陛下だと思います。でね、どんな、先ほどちょっと鹿の教育上ためになるっていうのが出てましたけど、ご教育なさろうとしてるんですよ。で、物事の実態とか物事の真相を見抜く力っていうのを何か育てるんでしょうかね、そんな感じでしょうかね。あとね、啓蒙そのものなんですよ。鹿はね、無知な人なんです。その無知な人を正しい知識へと導いていこうとしているカードなんです、これ。教育によって、そうすると鹿にパッとこう電球が灯るような認識の瞬間が訪れるっていうカードなんです、これ。問題の解決法を見つける、鹿のですよ、今考えている、鹿が思っている自分の問題の解決法を見つけることになる。そして何かを深く理解する。おつむの出来で深く理解できるかどうかは分かりませんけどね。また毒吐いてますね。いけない、いけない。
すべての疑念を超えて物事がつまびらかにされる。鹿が持っていた何かすべての疑念を超えて物事がつまびらかにされる。あとね、外部から予期せぬ知らせが届くなんですよ。この外部はどこのことなのかな。でも何か予期せぬ知らせ、予期せぬニュース、何か外部から届く。でも一番強く出てるのはね、やはりね、何かねご教育みたいな感じなんですよ。この軽薄な感じとは全く逆なように、 教育をしようとなさっているような、物事の真相を見抜く、実態を見抜くような、そんな力を育てようとか、無知の人を正しい知識へと導く、そう思っておられるのが出ています。いや、もう私の気持ちです、これは私の意見ですけど、もう教育とはどうでもいいんで放り出してほしいんですよ。もう本当に縁もゆかりもない人にしてほしいんです、国民のために。もともとないでしょう、縁もゆかりも。ファルスネス、マレディ、エナミー、これはまあ不誠実なカードで、味方として配置されているが、あなたを害する計画がある人々のことを話しておられるような感じ、考えておられるような。でこれはこの時期はもうことさら慎重にしなければなりませんよと。 なぜかというと、今の時期のミスは今後高くつきますよと。でこれはもう公私ともに敵がうじゃうじゃといますよと。個人的な事柄とか、問題、それから情報などを聞かれないように注意しなさいと、害されますよと、そういう状態が出ているんですよね。今ね、ちょっとこの病気のカードが出ると、あの H 君のこととかなんとなくね、と思うんですけども、まあ、カードの意味ではこんな感じで思っておられるような、これ鹿の現状なんじゃないですかね、実際。スイートハートだ、そうじゃん、マレディ、これは年の宮様、これは陛下なんですよ。これはよく皇后陛下で出るんです。なぜこの両陛下の鹿に対するお考えでこれが出たのかなって感じです。ただ現れているのは、よくお育ちになられた優しいお嬢様と一生懸命戦っておられる方なんですよ。こちらは病気と戦っておられる方なんですよ、もう本当にお元気になられたと思いたい。でも、まさかこれもね、 H 君のことでうんぬんというふうにはちょっと思わないかなと思うんですけど、なんか人物を表すかのようにこの3つが出ましたね。ちょっと次見ます。病気の人、別の人なのかな。ギフト、チャイルド、サプライズ、これね、何か贈り物をなさろうと思っているのかもしれないですね、お考えの中で。鹿にですよ。もちろんこんな物質的なこんなことじゃないですよ。鹿に何かを贈ろうとしている、もっと目に見えない、だから先ほどの教育もそうなんですよね、目に見えないものなんですよね、そういうもので。これもね、子供としていつも H 君だとかいうふうに取るんですけど、これね、なんかね、新しい子供が誕生するようなイメージなんですよ。だからなんかね、もうイメージ的には両陛下のこうお子様が誕生して、それをご教育されていくような始まり、新しい始まりみたいな。別にね、そんな幼女にうんぬんとかそんなではないですよ、なくても、なんかそれぐらいのお気持ちっていうか。そして鹿はこれなんです、利益があるんです、思いがけないなんか贈り物をもらうんです、で驚くんです。そういうお考えがあるってことが出てるんです。
ちょっと私本当もうあんまりね個人的な意見は入れたくないですけど、でもウィドワーサービスカンサレーション、これってやっぱり誰かの死かもしれないですね。男やもめなんですけれども、まあ置いておいてどなたかのお葬式、そしてこれお迎えに来るんですかね。でもお迎えという意味ではないんですよ。これは奉仕とか世話、お世話です。そして慰めと心の平安、なんかね奉仕お世話するのは鹿なんじゃないかな。それによって鹿も慰めと心の平安が得られることになる。これ誰の鹿ってことなんですよね。なんかそんな気がするな。これ両方とも鹿なんじゃないかな。ちょっと次見ます。これってね女性土産なんですかね。もう本当にこの鹿の家は嫌ですよ。もう Pleasure Seekers Waiting Hope、 これはね何か分かります。これはねもう欲望と快楽に動かされている者たちなんですよ。なんだかヘベレケみたいですよね。遊び仲間なんです。快楽ばかりを追求する者たち、一味です。これ悪の一味ですよ。でこれはなんか待っておられる、満を持しておられるんですよ。ただ待っているんじゃないんです。満を持しておられる。そしてそこに願いと期待と望みがあります。期待もしておられます。何かプレジャーシーカーズに起こる、それを満を持して待っておられる。鹿が関係している。まあね言えば鹿の両親はこれですからね。まああのニューヨークにもこんなのいますしね。 Worries、Lot of money Inheritance Calm and rest、これはもうそのまま不安とか心配とか懸念なんですよ。これは両陛下の懸念です。でこれは何かたくさんのお金、それか相続するもの、何か、まあ、お金ですね、でこれなんですよ。これっていうのはもう沈静化するとか落ち着かせるとか平穏な状態にするとか、あとはねなんかねそのままにしておくとか、残った人たちっていう意味もあるんです。残った人っていうのは残す人で鹿じゃないでしょうねって思ってしまいます。私は不安から、あまりの不安からそう思ってしまいます。不安心配懸念は何か大金に対して思っておられますね。出ていくお金かな、入ってくるお金、まあ、不正なお金が入ってくるとかそれだったらご心配もなさるでしょうけど、これがねちょっとあれなんですよね。なんかそのままの状態にしておく、それに対して不安があるのかな。そうかもしれないですね。お考えなので、それこのた何か Lot of money、 このたくさんのお金のことをそのままにしておくことが心配なのかもしれないですよ。懸念たっぷりなのかもしれないですよね。それか相続の何か、なんだろう、セルフコンフィデンス、セレニティ、カール、またカールですね。ビジネス、これもなんか鹿のこと言っていると思うんですよ。自信かぶりで、これはもう先ほどのこのカードとあまり変わらない、静穏とか平静とか、こうね平らに静か、沈静化するとか。そしてこれなんです。これはねビジネスなので、
いかにも仕事商売みたいな感じですけど、なんか今回私はこの絵ちょっと見てるだけでもね、なんか鹿に与える課題と仕事のような気がします。そしてそれに、その課題にせよその仕事にせよ、鹿は真剣に取り組まなければならない、うん、それもし取り組まなかったら、先ほどのこの最初に出てきていたような前向きな進展みたいなものはない、そんな感じがしますね。神聖化するためにこれをしなきゃいけないのかな。多分できると思っておられるんですよ。だから自信かぶりが出てるんです。これは両陛下が我々は自信があるって、そういう思いではなく、これ鹿の姿なんですよ、ね、鹿の姿なんです。 あの子なら自信があるだろうって感じの、そういう、なんかそんな、なんだこの結果は。またこれですよ、サラリーインクリース、小汚い子供を連れてきている女性、サドネスプレイヤー、これあーじゃないですか、そのままなんじゃないですか、これが婦人、これが子供の時のあーの姿、まあ一応ちょっとね、まあ比喩的ですけど、でそこに悲しみと嘆きが来るんじゃないですか、なんかそんな感じがする。うん、なんだろう、これこのまま直訳しますと昇給なんですよ、ね、昇給とか、あとお金でなくても何か公約のようなものがどんどん増大するとか増加するとか、公約の増加ってなんかおかしな公約で、喜びそうなものはああみたいな気もしますけど、それで泣くとは思えないですよね。やっぱりこれ絵かもしれない。今回はこの夫人がね連れてきたこの小汚い子供ね、英才子ですよね、泣くことになると、そういうことかもしれない。鹿の父親ですからね、うん、あ出た、久しぶりに、トゥスパイだ。これはね、嫌な女とかいう意味もあるんですけど、あとはね、憎しみに満ちた女なんですよ。で大抵ね、婦人とかキーで出てくるんです。でね、これ誹謗中傷です、うん、あとはね、名誉毀損とかそんな意味もあります。でこれはスパイする、スパイ活動です、うん、諜報活動ですよ。これ多分この女をするんじゃないかな。それともう一つは、この女に対する誹謗中傷を流すのかもしれない。本当かな、ちょっとね、これカードから聞いております。言い訳です。カードから聞いております。両陛下の死ねを読んでいるわけではございません。決して私はいたしませんので、なので恐れ多くてね、なのでカードからまた聞きしておりますので、もしかして私の聞き間違いかもしれないですね、これ。でもなんかこの女にこれが行われるような気がする、うん、鹿にさせるんですかね。いや、うん、次いきます。 Trip to the country だ。今ペルーへ行くとか行かないとか言ってますけどね、 Trip to the country とか言って、だけどこれはね、聖地で出た時はまたいろんな意味があります。それをお話しさせていただきますね。実は侵入とか、侵入するってあるじゃないですか。あとね、なんか他国へ侵攻せよみたいな、ああいうこういう感じね、そういう侵攻とか、あとね、侵入ね、うん、あとはね、何か交代したり変更したり、そういうこと、それと不測の事態です。要は思いがけない事態になる。もう一つはデリケートに論じるお話。本当比喩的ですよねこれ、うん、あとはね、うん、そうだ、何か短期間で下す決定っていうのがあります。決定を短期間で下す何か、まあそうだ、これね、結婚の意味もあって、その時はその相手っていうのは
優しい近親者っていうのがあるんです。ちょっと嫌だ、これまさか旧宮家とかじゃないでしょうね、お相手。じゃもう本当もうね、私本当ちょっとこれいくら両陛下の思念でもう読むの嫌になってくるんですけど、これ今までお話しさせていただいたのはこのカードが持っている正逆関係なし の意味です。で今度これ正位置でってなったら、何か決まりきった形とか、なんかワンパターンしたマンネリ化とかワンパターンなものから出ることが重要、そんな状況であると。要は決まりきった方からは出なければいけない、そういうことが重要な状況であると。で例えばね、天板改正して女性天皇を設けるとか、それも そのうちの一つですよ。決まりきった方から出ることが重要な状況である。あとはね、しばらく続いた問題に取り組むんです。でもそれは何か慎重を要する瞬間っていう意味があるんです。しばらく続いた問題ってこのことなんじゃないですかね。しばらくどこじゃないですよね、もう長いですけどね。それがまあ取り組む慎重を要する期間であると、まあ、瞬間です、瞬間であると。あとね、恋愛に関しては一応ご説明だけさせていただきますと、恋愛に関しては特に静かな期間なんですよ。となるとですよ、やっぱり鹿に相手はいないって感じがするんですよね。いやバレてなくって密かにこう恋愛していて、静かになんとかバレずに恋愛できているっていう意味かもしれませんよ。特に静かなですから。でもなんか私はこれニュアンス的にこう感じるのは、恋愛に関しては静かな期間みたいな、そんな感じもするんですよね、そんな時期。あとね、仕事に関してはこれはね、全く新しい任務を検討している、そんな感じです。任務ですよ、まさか女性宮家の当主とかそんなことないでしょうね。嫌ですよ、もう本当に。これ私の意見です。ではこれ今回9枚引いてる、もう忘れちゃうんですよね。最初の3枚いきます。 Tree House Garden。 これね、この木というのは時間がかかるんですね。この大木にならなければいけないので、でそれを表しているんです。意味は忍耐とか我慢がまずございます。そして育っていくまでいろいろありますよね、いろんな、ね、天候のこととかいろんなことあります。でもここまで育つまでのその不屈の精神なんです。そしてそのバイタリティとスタミナも表します。そしてこれがこのカードが告げていることは、しばらくこの状況に耐えなさいと、そういうアドバイスなんです。そして根付いて根を張ってで枝分かれする、そして葉とか実をつける、もうねしがみつくようにつながるっていう。嫌じゃないですか、ちょっとこれ。だってその次が家なんですもん、ほらこうやってしがみつくとか、で木を育てるように我慢して忍耐して、なんかでこれがそうするとですよ、あなたの家、あなたの家族、あなたの人々、そしてあなたの取り巻きとかができてくるってことなんです。でそれが鹿にとっての安全の形で快適で安定しますという感じなんですよ。鹿の家じゃないんですかこれ。まあこれ不動産という意味もあるんです。本当に生々しい不動産の意味もあるんです。なので今ねスピンロード云々言っているね、あの家、そんな意味もあるかもしれませんが、でもねこの木からこう来る、でこれって国民なんですよ。あれ私いつも最近これは国民で思うし、今日も思います。国民のねうわーっとこう集まってくるような集会とかネットワークとか、もうねうわーっとこう国民がもっともっと集まってって言っているような、そんな感じなんですよ。ちょっと次も見たいので見させていただきます。ライダー1
1枚目ですね。これは1枚目に出た場合は何か人が、新しい人が入ってくる、それとか新しい何か知らせが入ってくる、知らせが入ってくる。でこの場合出ていくんじゃないんですよ、入ってくるものなんです。活動でも、何か動き、ニュース、情報、配信とか、みんななんか入ってくる感じ。あとどこかへ訪問するっていう意味もございます、別にね。でも私今日はこれね、なんか新しい人入ってくる気するんですよ。ちょっと待ってください。もしもね、これが女性見やけどするじゃないですか、ね、で作ってそこへ新しい人って、これ旦那さんなんじゃないですか、入ってくる。でそうなってくると、これはね、これはあの山なのでいろんなことを表すんです。もう嫌おうなく向き合わなくてはいけないような困難な障害とか、それとか挫折も味わえば延期もある、遅延もあるでしょうと、問題もあると。でもこの山はもう固まって動かない、重みのあるものになるっていうことが出てるんです。でこれはあらゆる仕事、働きですを表します。お仕事です。本当、いや、ちょっと3枚見たい。本当にインセンスバーナー、ん？スターズクローバー、わー、なんだろう。これはね、ネガティブで望まれていないような気を浄化する、もう不要なものを取り除く、悪とか不正とか腐敗、そんなものを一掃する、処分する、追放する、もう粛清です。なのでもしかしたらこれで971かもしれませんよ。この段階まで来たらそんなことなのかもしれない。いやー、分からない、本当に分からないですね。でスターズですよ。スターはね、もう希望です。あと方向性とかビジョンがあるんですよ、何か構想があるんです。もうで意図するカードなので、これは宇宙にこうなりたいというリクエストをする、そんな大きな意味がございます。あとここには導いていったり助言をしたり、物事の明るい側面、そんな意味もあります。でもなんかね、こう東大のようにも導いていく、アドバイスを与える、そんな意味があるんですよ。なのでこれ鹿に対してかなと、方向性、ビジョン、希望あるものなんですよ。でこれはね、もうなんか嬉しい喜びですよ。あと幸運、チャンスなんです。これね、今までの占いですと、これが出ると、あ、この人間が、この場合は鹿が、あ、ここで粛清されるみたいなねそんな感じで受け止められるんですけど、なんか今回は違うんです。もう胃の一番からこれなのが出てるの、なんかね、無理やり変えますよ、無理やり変えます。そしたら今までこうやって根付いてきたアーケね、ですが、これアーケですよ、ね、でも国民のあれによって情報がどん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 入ってくる、いろんな情報、配信も入ってきます。でもう困難な障害がある、そして何がしかのお仕事があり、粛清される、不要なものは取り除かれる。そうするとここにもう本当に希望あるね、希望ある方向性とビジョンが見えてくる、もう幸運ですよ、ね、嬉しい驚きなんです、幸せな驚きなんです。そうなりますよみたいに読みたいです。うん、でもこれちょっと鹿に対するお考えなんですよね、これ、うん、占いというものは私ね、いつもあの占わせていただくたびに、旅でもないですけど、あの機会あるごとにお話しさせていただくんですけど、これね、こうなりますよっていうあのお知らせじゃないんです。そうじゃないんですよ。未来は変えられるんです。で今のままだとこうなるんです。なので嫌ならば何かを変えればいいんです。大抵のことは細部は決まってないんです。大元、大きなことはもうすでに決まっている。私の思いではもう確実に利宮様、あの立体師ある、もうそう思ってます。
っていうか、もうそれは決まっていることだと思います。ただその前に例えばですよ、その、あのベトナム行く行かないとかね、そういう細かいことはいくらも変動あると思うんですよ、うん、なのでこの鹿のことまではそんな決まっていると私は思わないんですよね、うん、いやこれ変えられると思ったら変えられると思いますよ、うん、そう思います。あ、この結果はね、もう私は嫌ですね。嫌です。変えたいですね。はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。It's summer sun.